北半球での終局性は天の北極を中心に回転する。北極星はほとんど動かない。北極星も終局性であり一年中見えている。図は24時間の星の動きを示しているが、太陽が見える昼間の時間では実際にはもちろん星は見えない。北極星と終極性を長時間シャッターを開けて撮影した写真。長時間の旅行でも、 天の極に近い星はほとんど動かない。終極星は地球上のある地点で沈まない星のこと。つまり、天の北極、または天の南極に近接し、絶対地平線下に沈まない星。そのためその地点では何時でも夜の空で見られる。また、太陽光に圧倒されることがなければ、昼間でも一年中見られる。地球の時点の極により、 地上から見える天球にも天の極がある。夜間、地上から見える星々を一晩観察すると、極を中心にした演習場を移動していくように見える。翌日、昼間は星を見ることができないが、夜になると、前日と同じ時刻に、再びほぼ同じ位置へ、前日見えた星が来る。これを日周運動という。地球は球体なので、 観測者のいる緯度により天の極への行革が変わる。天の極は、観測者が、北極や南極にいれば、頭上の真上になり、赤道にいれば、地平線に重なってしまう。日周運動により、赤道上の地上では両極を除きすべての星が、地平線から上り、地平線に沈んでいく。赤道以外の緯度の地上では、天の北極か天の南極の一方だけが見え、 星は地平線から上り地平線下へ沈んでいくが、いくつかの星は、円周の軌跡を描いて地平線下に沈まない。このように、日周運動で地平線下に沈まない星を、終極星という。終極星には、天の極から伸びる、四五線の通過が上下でた立で二度起きることになる。また、円周の軌跡が部分的に、 地平線下にあって、地平線を承知する星を出没星という。北半球では出没星は、四五線を通る南中時に行閣が最大となるため、南中時前後のわずかな時間だけ現れる、出没星もある。天の北極と終極星が見えているなら、天の南極は見えず南側の地平線下に全く、登ってこない星があることになる。これを、全没星ということがある。 地上の緯度が高くなるにつれ、地上から見える終極性の描く軌跡の円は大きくなっていく。終極性は、緯度で決まる円の範囲内にあることがわかる。この円の範囲を、常原圏、円を、上期という。全没性の場合、円の範囲を、常影圏、円を、下期という。地球上の北緯66度33分以北は、陶磁を中心に、 南位66度33分以内の地点では下肢を中心に極夜となる日があり、晴天であれば、終極星は1日中夜空に見ることができる。両極で、内気は地平線に沿った極大の円周となり、観測できる、ほぼ全ての星が終極星となる。逆に赤道上では、内気は極小の一点となり、実際には、 終極星が存在せずほぼすべての星が出没星となる。日本では天の北極に近い北極星を中心にすべての星が周回するように見える。このうち北極星周辺の星星はもちろんカシオペア座の諸主星や北斗七星を構成する星星の大部分が終極星となる。可能ブスは東北地方南部以北では 全没性となって見ることができないが、南半球の中緯度以南、オーストラリアのメルボルンでは、終局性となり、アけるなるも九州中部以北では見ることはできないが、オーストラリアのシドニーでは、年中沈まない、終局性となっている。終局性は観測者が、北半球か、南半球か、また観測者のいる緯度によって決まる。天の北極、または、 天の南極の高度は観測者の緯度に等しい。天の極からの角度が観測地点の緯度より小さければ、その星はすべて終極性となる。例えば観測者の緯度が北緯45度の場合、天の北極から45度以内にある星が終極性になり、南緯35度で観測する場合は、天の南極から35度以内の星が終極性になる。 天の赤道上にある星は地球上のどの地点でも終極性になれない。観測者の緯度とその星の赤位デルタが分かれば終極性かどうか判断できる。北天の星の場合を計算する。例えばオグマザアルファ星の赤位はプラス61度45で北緯28度15より北の地点では終極性になる。また南天の場合を計算する。 例えば、ケンタウルスザアルファ星の赤位はマイマス60度50で、南位29度10より南の観測点で、終局星になる。この計算結果は水平線上に現れるかどうかの判定にも使える。オオグマザアルファ星は、南位28度15より北の地点で計算上は、空に見ることができる。同様にケンタウルスザアルファ星は、 北緯29度10より南の地点で、南の空に見られる。天の北極に近い星座にある星、例えば、カシオペア座、ケフェウス座、オグマ座、コグマ座などは、大体北海域線から北では決して地平線に沈まない、終極星である。同様に、大体南海域線より南では、南十字座、和、江座、水蛇座などの南天にある星座の星々も、 終極星になる。ある半球で、終極星となる星や星座は反対の半球の、高緯度地方では決して水平線より上に上らず、いつも見られない。例えば南半球で、終極星となる南十字座アルファ星は、アメリカ合衆国本土の多くの場所では見ることが、できない。同様に北半球で、集極星となる北と七星を形作る七つの星は、 南アメリカ大陸、パタゴニア地方のほとんどの地点では見ることができない。エクアドルの首都であるキトのような地球の赤道付近にある場所では、中国星座は一つもなくなる。また、ノルウェーのように緯度の高い場所では、中国星座になる星座の数が増える。以下は、英語サイト。ありがとうございます。